悪魔の書昔俺は横浜に住んでたんだけども俺が厨房の時の話父親が教会の神父やってたの神父にしては結構ざっくばらんな性格で結構人気もあったんだまあ俺なんて信心深い方じゃないし一家の決まり事といえば食事の前に軽く祈るくらい で、割と平穏な日々が続いてた。ある日、姉貴がアンティークショップでファッション雑誌くらいの大きさの古書を買ってきたんだ。この姉貴が結構なオカルトマニアで、その手のものに目がないわけ。何か買ってくるたびに父親は、聖職者の娘がこんな趣味に走ってシャレにもならん、的なことを愚痴ってたんだ。 中には数点結構やばいものがあったらしく、父親が、これは今すぐ返してこい処分しろと注意することもたびたびあった。今回買ってきたものも、どうやら洋書のオカルトメイト本らしかったんだ。早速買ってきたその夜、俺と姉貴で悪魔を呼び出す方法ってのをやったんだ。 30分くらいやってたかな。まあ、無理やり付き合わされたんだけど。特に何も起こらなかったんで、今日ザめして二人でテレビでも見ることにした。で、夜になって、家に親父が帰ってきた。開口一番。なんだ、この獣の匂いは、犬でも連れ込んだのかそう言うと、姉貴の部屋から匂いがすると言って、 部屋に入るなりその幼少を見つけたえイちょっと来いおやじはすごい剣幕で怒鳴り姉貴と俺は急いで姉貴の部屋へ向かったえイお前これがどんなものか分かってるのかいやただの高齢術の本でしょバカ野郎 この本のカバーは本物の人の皮だし、書いてあることは全部邪悪な黒魔術だ。いいかただの黒魔術の本なら大して害はないが、これはおそらくアンチキリストの教団か人物かが本気で呪いを込めて作った本だ。普通人の皮なんて本当に使おうなんて思う奴は滅多にいるもんじゃない。すぐに処分する。 そうう言と親父は本を取り上げて家から少し離れた教会へと戻っていった1時間ほどして親父は家に戻ってきた獣の匂いがまだ消えてないお前らまさか本に書いてあることを何かやったか姉貴が淡々と白状すると親父の平手打ちが飛んだ 親父の暴力は初めて見た。オカルトにはまるのは別に、だが自分が実行してどうするお前は賢い子だから知識を得るだけで満足できる子だと思っていたが、そう言うと親父は泣く姉貴に、明日俺と一緒に教会に来なさいと言って、その日の話はそれで終わった。 その夜の夜ことトイレに起きた俺がぼーっとしてると誰かが家の中を歩き回る音が聞こえた親父か姉貴だろうと思い大して気にしてなかっただけど玄関のチャイムが鳴った3回夜中の3時過ぎだこんな時間に訪ねてくる人なんていない俺は玄関に見に行ったんだけど誰もいない 部屋に戻ろうとすると今度はトイレの内側から3階ノックの音がすぐさま調べたが誰も入ってない今度は台所からピシッという乾いた音が3階さすがに怖くなってきたところ親父が2階から降りてきた悪魔は3という数字を好んで使う心配するな まだ侵入段階だから制圧段階に移る前に「いや親父の言葉を遮るかのように2階の姉貴の部屋から絶叫が聞こえた俺と親父は急いで姉の部屋へと駆け上がったドアを開けた姉がいた 一瞬何なのかよく分からなかった姉貴のような姉貴のようでないものがいた姉貴はベッドに座ってこちらを見ていたが何かがおかしかった数秒たって気がついたんだけど目が全部黒目だった舌を出してた長すぎるわけのわからない言葉でわめき散らしていた 侵入段階をこんなに早く終えて制圧段階に移行するなんて。あ、A 子今すぐ教会に連れて行くから手を貸せ。親父の命令で俺は姉貴が暴れて傷つかないように手足を縛り、姉貴を担いで車庫に置いてあるランクルへと急いだ。車内でも姉貴は暴れに暴れ、取り押さえるのがやっとだった。 運転する親父に俺が「取りつかれたの?」と聞くと「そうだ」と言い「叫んでるこれ何語?」と聞くと「正確なことは言えんが十中八九ヘブライ語だ」と答えた教会に向かう途中ランクルで3回黒猫を引いた信号が青になったばかりなのに すぐがかに変わったりした3回エンスとした親父は冷静に運転し何とか教会に着いた暴れまくる姉を教会の椅子に縛り付け親父は奥の部屋からいろいろな道具を持ってきたまさか映画とかでやってるような悪魔ばらいやんのやったことあんの一度だけある。 成功したのその時は一人じゃなかったんでうまくいったと思う。俺に手伝えることは人間の霊じゃないんだからうかつなことはするな。A 子の後ろに立ってろ。もし万が一ロープを引きちぎったりしたらすぐ押さえつけろ。そう言うと親父はよく映画で見るような 父とこの精霊の的なことを読み上げて姉貴に聖水を振りかけたりしてた聖水が顔にかかるたびに姉貴はすごい形相で吠え「あの女がショーダスクするからいけないんだあいつが死んだりしなければ俺たちは王になれたんだ」などと叫んでいた。 ここはなぜかラテン語だったそう30分ほど経っただろうかふと姉貴が我に返ったように「お父さん助けて!」と叫ぶようになった俺は姉貴に近づいて話しかけようとすると「エクソシズムの最中に悪魔に話しかけるな英、えーかもしれんし悪魔かもしれん無視しろ」 親父が注意したそして親父は必死に悪魔の名前を聞き出そうとしていた名前が分かれば悪魔の力が激減するらしい親父も俺もびっしり汗をかいていた姉の口からは噴乳の匂いがした何ちの名を名乗れ <laughs> 親父が聖遺物のキリストが主語包まれた布の破片を姉貴の額に押し付けた途端、黒面の姉が椅子をロープごと引きちぎって叫んだ。お前らは8月に死ぬそれと同時に教会の窓という窓が、コツ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 と鳴り出した。 何かと思ってみたら、窓の外にカラスがびっしり、くちばしで窓をつついていた。この真夜中にカラスが一斉に行動するなんてありえない。さすがに限界だった俺は、多分眠るように気絶したんだと思う。気がついたのは深夜の救急病院。どうやら姉は脱臼してたんで、あの後すぐに親父が病院に連れてったらしい。 俺は軽い貧血と診断されたようだ姉貴についてたやつはどっか消えたのああ今のところはなまた来る来るかもしれんし来ないかもしれんあっちの世界に時間軸はないから8月に死ぬって怖くない 思ったより短時間で済んだんでそんなに強い悪魔じゃなかったんだと思う下級のやつのつまらん捨てゼリフだ気にすんな結局のところ悪魔って何なのわからんわからんがああいうのがいることは確かだ一つお前に言っておく 今回はまだ憑依の途中だったんで英子の人格がまだ残ってたからうまくいった将来お前が神父になるとは思うんがもしも完全憑依されたやつに出会ったらその時はその時は逃げろその後 姉貴にも俺にも変わった様子もなく8月に家族の誰も死ぬこともなく普通に暮らしてた3年前できちゃった結婚で姉貴が結婚したその子供の体に「666の刻印がなんてうちはないが3歳になった息子が先日妙なことを言ったんだという。 ままあ、まあ海に行くのはやめようね。と。